ーの、ジェギコカルトクイズ。これから私たちに関するクイズを19問出題します。クイズはすべて二者択一、つまり2つの中から正解を選んでください。正解すると次に進めますが、間違えたら最初からやり直してください。すべて正解していくと、あら不思議。お前そればっかりやん。すべて正解した人にはもれなく、海へ行こうのジャケットでは少ししか見られなかった私たちの水着ショットをお見せしちゃいます。頑張ってねー。でもさ、それって早送りして先に見ちゃったの同じじゃん。それでは早速始めましょう。第1問はチキコ ID004 の新井理香です。最近私が寝るときにしているものは何でしょう。1番、顔むくみ予防のフェイスマスク。2番、足むくみ予防の浮き輪の小さいやつ。1番だと思う人は14番に、2番だと思う人は34番に進んでください。正解でーす。続いてはチキックアイディゾロ5、五十嵐めぐみからの問題です。めぐが小学校5、6年の時につけられたあだ名は何でしょう。1、ゴリラ。2、ゴジラ。1だと思う人は29番、2だと思う人は20番へ進んでください。正解です。続いてはチキッコ ID007 上田愛美からの問題です。今私が一番欲しいものは何でしょう。1番ペット、2番広い部屋。ペットだと思う人は26番、広い部屋だと思う人は3番に進んでください。正解です。続いてはチキッコ ID019 の小林ロミからの問題です。私の得意な顔はアイーンと、もう一つは何でしょう。1、ゴリラ。2、イノキ。ゴリラだと思う人は31番、イノキだと思う人は23番に進んでください。正解です。おめでとうございます。それでは続いては ID011 の佐々木恵美子からの問題です。私が一番足が速かった時、 50m 走のタイムは何でしょう。1、7秒40。2、7秒80。7秒40だと思う人は17番へ、7秒80だと思う人は22番へ進んでください。正解です。それでは続いてチキッコ ID014 の島野蘭からの問題です。チキッコになる前に私のしていたアルバイトは何でしょう。1番コンビニ、2番洋服屋。コンビニだと思う人は8番、洋服屋だと思う人は38番に進んでください。おめでとうございます。正解です。さあ続いては ID001 の田中里奈からの問題です。私がいつも一緒に寝ているシーツの4つの角につけている名前はくーちゃん、みーちゃん、ふーちゃん。さてもう一つは何でしょう。1、しーちゃん。2、ちーちゃん。しーちゃんだと思う人は4番へ、ちーちゃんだと思う人は19番へ進んでください。ブー。正解です。では続いてチキック ID013 野崎めぐみからの問題です。私の家で飼っている猫の名前は何でしょう。1、マスオさん。2、ナミヘイ。マスオさんだと思う人は21番、ナミヘイだと思う人は12番へ進んでください。正解です。それでは続いてチェキッコ ID012 の藤岡まみからの問題です。私の好きな食べ物は何でしょう。1、肉まん。2、餃子。肉まんだと思う人は16番、餃子だと思う人は27番に進めてください。ブー、残念。正解です。それでは続いてチェキッコ ID009 の町田めぐみからの問題です。私が生まれる前、両親が考えていた名前はめぐみではありませんでした。さて何でしょう。1番かずみ、2番しょう。
和美だと思う人は37番に、翔だと思う人は13番に進んでください。正解です。それでは次はチキック ID060 の松本恵理子からの問題です。私が実家で飼っている犬の種類は何でしょう。1番マルチーズ、2番コリー。1番のマルチーズだと思う人は24番へ、2番のコリーだと思う人は15番へ進んでください。ピンポン、正解です。続いてチェキック ID015 森友子からの問題です。私が中学時代やっていた部活は何でしょう。1番バレーボール、2番バスケットボール。1番だと思う人は36番へ、2番だと思う人は33番へ進んでください。で、おめでとうございます。正解です。ではチェキッコ ID003 の矢作美希から最後の問題です。皆さん慎重に答えてください。では、私の本当の身長は何センチでしょうか。1 149.3センチ、 2 149.7センチ。 149.3センチだと思う人は40番へ、 149.7センチだと思う人は41番へ進んでください。ブー、おめでとうございます。やい、全問正解できてここまで来れたあなたには特別な映像を見せちゃいます。海へ行こうのジャケット撮影での私たちの貴重な貴重な水着映像です。セクシーショットもあるぞ。もう瞬きしちゃダメです。見てください。恋して海へ行こう、強烈な太陽、君に出会えてよかった。見て、顎出てる2人見て、アインができるの。あ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ギュッとね、アイグラー、イエーイ。コロッケ食べたい、イエーイ。はい、はい、まっすぐね。はい、元気よくね。はい、じゃあお願いします。ひどいと思いません。3枚もいらない。やだ、ダメよ、体を移しちゃう。矢作はもう二度と水着にならないと約束したのに。同じ高さやってます。見て、これでこんなに背が違うのに顔のデカさは一緒なの。水口です。チェキックがいろいろな問題を出していますが、私からも一問出させていただきます。チェキッコが7月7日に出すファーストアルバム CXCO チェキッコチリドールの中で私が言っている言葉はさて何でしょう。答えはこの CD のどこかに録音されています。チェキッコはこのミル CD をはじめとしてさまざまな新しいメディアを使って、これから新しいいろんな作品や情報を展開していきたいと思っておりますので、皆さんご期待ください。それでは仕事に戻ります。またねー。